これは、オーガンジーにプリントを載せた生地の紹介になります。で本来は、このようなこの無地のフラットの状態のこういうオーガンジーですね、こういう薄いオーガンジーにこのようにプリントを入れました。でプリントを入れますけれども、これ1枚ではなかなかそのプリント柄がよく見えないので、今はちょっと薄手のこういう黄色い生地を下に入れてます。そうするとこのようなプリント柄になります。でオーガンジー自身が薄いものですから、プリントの色も結構薄めにこういう全体に入っています。でこういうふうな柄としては大柄なんですけれども、そんなに大きく目立つというものではありません。でこのように、薄手の裏を合わせると、ブラウスであるとかジャケットなんかにもお召しになることができます。でこのプリント柄の生地の紹介になります。